皆様こんにちは第25回文化庁メディア芸術祭受賞者トークセッションをご覧いただきまして誠にありがとうございます。私はセッションのモデレーターを務めさせていただきます第25回漫画部門選考委員の伊藤といいます普段はですね京都聖果大学国際漫画研究センターというところでいるものなんですけれども今日は司会のようなことをさせていただきますよろししくお願いいたします。 あのこのイベントのです、ね、ベースになっています、えー、文化庁メディア芸術祭というものをちょっと説明させていただきますけれども、えー、この,あの催しはですね、えー、アートエンターテインメント、えー、アニメーション漫画の4部門においてですね優れた作品を検証するとともに、えー、受賞作品のです、ね、鑑賞機会を提供する、えー、メディア芸術の総合フェスティバルとして、えー、行われてきました。 で今回はですねもう第25回を迎えたわけなんですけれども、えー、世界中からですね95の国と地域からそして、えー、3537点に及ぶ、まあ、作品の応募がございましてですねその中で、えー、いろいろな賞をあの選ぶというそういう形で、えー、ずっとですね行われてきたあのイベントでございます。 で今回はですね、えー、その賞のです、ね、エンターテインメント部門の大賞を受賞,受賞されました、えー、浦沢直樹の「まんべんねお」その,あの安彦義和さんの会の、えー、番組があの大賞を受賞されましてですね、えー、その受賞者の皆さんをですね関係者の皆さんをお招きしていろいろとお話を聞きたいと思います。 で、まずはですね、あの、僕の左にいらっしゃるのが、えー、漫画家の浦沢さんですけれども。えっ、ー、と、番組の発案者でもあるということで、浦沢直樹さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<laughs> なんか一言お願いします。えっとですね、えー、やっと、僕が長年思っていたことが、多くの方々に。 えー、知れ渡りとかあの通じるようになってきたなっていうことで、えー、とても嬉しい賞ですありがとうございますありがとうございますそしてあのそのお隣にいらっしゃいますのが、えー、企画の、えー、倉本光さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします倉本と申します <laughs>、えー、浦沢さんが先ほどおっしゃられたことの、えー、役に立てたなと思って えー、非常に満足しております。えー、大きな賞をいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。皆様から向かってあの一番右側にいらっしゃるのが、えー、この番組のですねプロデューサーを務められている、えー、上田勝美さんです。よろしくお願いいたします。えっとこの番組あのカテゴリーとしてはドキュメンタリーなんですけど。 まあ浦沢先生と執筆の方のあの解説分析が入ることによって、まあ上質のエンターテインメントになっているなと思ったので、あのまあダメ元でだ出させていただいたという形で非常に驚いています。ありがとうございます。上田さんがエンターテインメント部門に出したんですか。エンターテイメント部門メント部門。<laughs> アドリブでね。すみません。<laughs> はい、アドリブで。 どうぞどうぞありがとうございますよろしくお願いします <laughs> でまあ本当25回もあの続いているですねあのまあある意味伝統のある賞になりつつあるわけですけれども、えー、このですね今回あの賞を、えー、受賞されたですねまあ贈賞理由というのがありますのでそちらはちょっと読み上げさせていただきたいと思うんですけれども、えー、と。うん 絶妙な筆致と描写力で日本を代表する漫画家の浦沢直樹氏その浦沢氏がプレゼンターを務め世代やジャンルを超えた数々の漫画家の執筆風景を堪能できるドキュメンタリー2014年から長くシ,リーズシーズンを重ねているこの番組は2021年6月9日放送会でアニメーターとしても一時代を築いた安彦義和氏を迎えるこの回を見て言葉を失った。 雪深い夜のアクションシーン飛び散る雪を下書きなしで闇夜のベタを縫っていき演出させるのだ長くアニメーションを制作,さ作成されてきた安彦氏の頭の中では映像化され漫画として、えー、最適なコマが選択され描写されているのであろう漫画家の執筆を複数のカメラで録画し原稿手元表情など多彩な視点からその技法に迫る。 その模様を浦沢氏と登場する漫画家自身が視聴しながらその技をさらに深く掘り下げていく多くの漫画家という神々の技に密着してきた本番組この回は対象にふさわしいまさに神回であるということで、えー、蔵賞理由がこのような形になっております。いでで、ねまあ、いろいろ あのこの番組皆さんあの多くの方に見ていただいている賞番組なんですけれども、まあ、まず最初にですね、えー、先ほど一言ずついただきましたけれども、まあ、受賞をお知らせを聞いてですねあの率直にまずどんなご感想を持ったかっていうことを一言ずついただけたらなと思うんですけどもいかがでしょうか ま、ねえー、まあ撮るだろうなと思いました泰彦 <laughs> <laughs> 先生が出て取れないわけがないと <laughs>、ね、いう感じでそれもありますけれどもあのこれが取れなくて他に何が取るんだっていうぐらいの気持ちで私はあの安彦先生の会は挑みましたし、はいえー、これあの文化庁のメディア芸術祭ってまず応募から始まるらしいんですけども。はいあの 一番消せないのが、あの上田プロデューサーが、あの、まあ、どうせ取れないだろうって言うんで、そっと出したっていうんですね。堂々と出せ。そうそう、だから、何の相談もなく出したんですよ。僕らも知らなかったんですよ。知らない前に出してるんですよ。いや、それ。堂々と出せ。ってう本当そうですよ。そうそう、出したるわいっていう感じで、出してほしかったなっていう気もするんですよね。当然、取るべきだろうっていうことで。出したらね、取るでしょう。取るでしょう。 知らなかったお立場だから知らなかったんですよでええ取ったの出したのみたいな感じでしたよ出された後にこう聞いてそうなんですそれで下手して線に漏れるといけないのでってうんで僕の名前を外したらしいんですよどうなんそう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 そたそう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 そ 気遣い、まあ、らぬ気遣いかもしれませんけどその感じでねで僕もメディア芸術祭何度かあの審査員、えー、と奨励賞みたいなことは2回ぐらいいただいたことあったんですよね、はい、でもやっぱ大賞ってすごいなっていうふうに思ってます僕も2回自慢じゃないけどそうですよ、ね、僕も漫画では大賞取ってないんですよ。 あ、そうなんですか。優秀賞です。僕ずっと優秀賞。マジ？でもね、最初エンターテイメント部分でいただいた本当に申し訳ないですね。いやいやあれ。そうですね。オラさんは漫画家を超えてる漫画界から多岐に渡ってるからメディアを超えてるから、こうなりますよね。確かに。エンターテイメントっていうね、総合的なそうです。名称で取られて。エンターテイメントってね。ね、漫画そうですね。ありがとうございます。いろいろあの お二人に言われれてますけれども上田さんえとあの先ほども申しましたけどドキュメンタリーの部門ないですからね出してみようかなというっていう僕的にはあのドキュメンタリーではあるんですけどまあラサ先生の,あの解説とかねそういうのはもう。 本当にエンターテインメントだと思ってますんで、もう完全にエンターテインメントですけどね。そうです僕もちっと出すから受賞したときになんか申し訳なさそうになんか取っちゃいました。でも内心はすごくね嬉しかったですよね。ちょっとびっくりしましたね。えっとあの実感がなかったです。そうですか。漫画部門もあるわけですからね。漫画部門漫画部門に出せないですからね。番組なんで。 思い切って出したなと思いました本当ありがとうございますあのまあこんな感じであの出されて大賞を取ったあの番組なんですけど、まあ、漫画の制作の舞台裏をある意味こう僕らにあの伝えてくれる番組ですけどその番組の更に今日はちょっと舞台裏っていう方。 そういうことをお聞きできたらなと思っているんですけれども、まあ、まず最初にです、ね、この番組をです、ね、こうができていくまでの,あのプロセスみたいなことをこう見ている方にです、ね、あの一般的にどういうふうにこう僕らが見ている形になっていくかというのをご説明いただけたらなと思うんですけれども。どっから話す話一番最初ラさんのライブに僕が、うん ライブを見に行ってその後打ち上げかなきゃそうなんですよねそんなとこから始めるんですねあれが2008年ぐらいですかかなあのプルートンの最終校を入校してきたそのぐらいですよねだから15年ぐらい前ですかねそうですよね今からねでその時にと僕はもうあのダウンタウンのごつやい感じとか一人ごっつとかで一人ごっつのお師匠さんって僕はそういうふうに思ってたんですけども あのー、彼の作る番組が面白いのであのいわゆる面白く作るっていうのはやっぱり肝心だろうなと思ったので、えー、なんかこういう番組を考えてるんだけどどうかななんていうことを徐々に話し出したんだと思うんですよ、うん、その時にね。そうですよね仲良くなったんですよその時に。いろいろ喋ってたら本当なんかこう、うん、昔からの友達のような感じになって、うん、何でも喋り合える人間になった中で村澤さんがちょっとあの。うん 漫画のことでテレビにたまに呼ばれて出ることあるんだけどなんかこう伝え全然伝えれてないんだけどっていうような話になって例えばあのバラエティー系で漫画家さんが呼ばれて、うんはい、でその特集のように組んでもらってってことで,うん、うん、で私はその漫画の。 うー紹介する役割でいくんであればいくらでも紹介しますよということでやるんですけど、はいうん、そうすると、えー、その番組の演者さんもプロデューサーもディレクターもみんな漫画に関してゼロなんですよね。うん、でゼロの状態から1時間番組で えー、正味45本ぐらいじその中で、えー、その「ゼロ」の人たちにどのぐらい漫画というものの本質を伝えられるのかっていうのを、うん、もう,う45本頑張りましたよ、うん、そうすると僕が出ると,、えー、と延長の番組になったりスペシャルになったり、はい、来週に続くんだったりするぐらい僕がやると長くなるって言って、はい、あの稲垣吾郎ちゃんとかが「<laughs> あの収録長かったですね」とか言って言うんですけども <laughs> そういう感じで。 でもやってもゼロからららにもななないぐらいぐんですよ伝えそれで、えー、これをずっと続けていても非常に何か不毛な感じがするなっていう思ってる時に、うん、黒松さんとちょっとそう知り合ってお話しする機会があったのでプロとプロが話して5ぐらいから話し始めて、えー、10ぐらいまでいくものを見せられないかなっていう、うんうん、確かそんな発言そうでうたね。そうです でもそう言われた時にあこれはもう絶対に見たいものであるしどこもやってないことであるし浦沢さんがやっぱりその伝えられてないっていうことはやっぱり良くないなと思ったしで僕としてはやっぱり番組を作る人間なのであの視聴者に本当は見た方がいいのに見,られ,見れない状態のあるものとかで、えー、テレビの中で「あこんな番組見たことないな」とか。 そういうものを作りたいという思いが人一,一倍強い人間なのであ、浦沢さんのこの思いを番組にすることはもう絶対俺しかできへんと思ったんですよ、うん、そこから企画書を持って2年間なかなか通らずに苦悩しながらやってほ,ほぼ全民放とか全部企画書全部回したんですそうなんですよそれでめちゃめちゃ面白そうですね うーんでも数字がとか言うわけですよ、うん、視聴率がね。やで、うん、話はどんと昔に戻るんですけどその僕の抱いていた伝わらないものっていうのは僕45歳ぐらいの時から漫画描いてますから。ははいはい、はいうん 僕、その小学校低学年の頃とかあと親戚のおじさんとか、まあ、親戚のおじさん「直木君もん、プロになれるよ!」なんてね、うん、小学校低学年の僕に言うわけですよ。はいはい、と「わあんか分かってない」って親戚のおじさんに思ったり、うん、あの同級生とかも「いや浦沢の漫画はさすがだな」なんつって言ってくれるんですけどなん。 か分かってなないんだよ普通の子供は普通に喜びますけどねずーっと小学校低学年の頃からずーっと思ってた何か分かってもらってないっていう感じは一体何なんだろうというのをずーっと考えていくうちにたどり着いたのがおそらく読者の方々は出来上がって印刷されたものをしか見ていないんですよね当然のと得ね。 僕らはあの白い紙に漫画が出来上がっていく過程を僕は本当子供の時から自分で作ってるので、ねうん、見てるんですよ。うん、なのでその白い紙に漫画が出来上がっていく瞬間こそが僕一番面白いと思ってたんですよ。なるほどだからそれをみんな知らないんだって思ったことが、うん、漫画に対する見識認識のすごいギャップとして僕ずっと子供の頃から 思ってたことなんじゃないかなって思って、はいはい、ではじゃあ白い紙から生まれる瞬間をなんとか見せられないだろうかっていう,うん、うん、素でそこにたどり着いたんですねはい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  それはもう話聞いてるだけでもずわっと鳥肌が立つようなことのはずですよでもねおそらくね倉本さんに僕そんな話をした時に倉本さんにはまだそれ見せてないんで倉本さんはまだ本当の恐ろしさ面白さには出会ってないんで知らないで番組取って初めてて気づた出会っないですよでも僕はやっぱ面白い番組を作るときの嗅覚というか絶対これは一人僕がどのくらい熱弁を振るってたかですよねそそうううでですす僕はも絶対 もうやるべきだと思っぱりでもディープな話じゃないですかこれってす,、ね、すごいことだっていうことを本当にまあ僕はまあねまだまだ本当にそのすごさ感じないぐらいでも、まあ、あのテンション上がりましたけども、まあ、世の中の人はそ,そのことをすごいとあんまり思えない人とか。 見見れば分かるるんですすけどねてて初めて感動する人だから一番最初の川口海二さんと山下和美さんを、うん、のお二方に出てもらったのがパイロット版として第1回目放送であったんですけどそれを放送した時にそしたら倉本さんがこういろんな民放各局とかいろんな番組に 出した企画書を出した人たちがなんで行ってく来なかったんだって言って、<laughs> そうなんですよ。なんでうちでやってみなかったんであれで初めて気づいたんですよ。<laughs> あ、ここういうことかってそうですよね。うん、まあだが見、こう本当に白い紙から生まれる瞬間見ないと分かんなかったってことですね。そうなんですよ。あの、うん、そこがすごいんですよって言われても体感として分かんないん。知らないわけですから、ね。そうなんですよね。だから皆さんもこうやってご覧になってわーって思ってることを、僕実は小学四五歳の頃から。<laughs> 経験してるそれですごい面白いな、うん、でも出来上がったものも面白いんだけど、うん、やっぱり書いてる最中一番面白いんですよ。うん、なるほどその感じがすごくあの言われてみれば浦沢さんからも出ながら番組を支えてるっていうのはよく分かりますね。うんうん、なるほどそうかじゃあだから、まあ、漫画の面白さっていうのをいろんなもちろんこう 物語そのもの作品そのものを深掘りしていくっていうやり方ももちろん漫画の面白さを伝えるとかいろいろ漫画の面白さの伝え方ってあると思うんだけどやっぱその作画のできるプロセスみたいなところが 浦ささん的にはやっぱここが一番面白いだろうって思ってたってま、ね。まあそこが一番面白いと言ったら身も蓋もないんですけど、<laughs> あのそれが伝わることで <laughs>、うん、こ今度漫画を今度読んでいただくときにそれを踏まえた見方ってなると見方が変わるんじゃうんです。はいはい、僕らはずっとそうしてきたんです。作り手として。いやそうですね。だから漫便前と漫便後だと全然もう漫画の読者変わったと思いますね。なるほど。ありがとうございます。 あのまあ、そういった形でこうまんべんみたいなものがこう種ができて、えー、思いが形になっていくわけですけれども具体的に、えっと、番組をじゃあ毎回こう何年も作ってる中で,です、ね、例えばどういうあの基準で作家さんが選ばれるかみたいな、うん、その選んでいらっしゃるのはどなたかみたいなことを改めてあの教えていただけたらとそい前す。 まずそのフランーさんが実験台になって取り方みたいなことをやっぱりその作業の邪魔をしたらダメじゃないですか。あれは長かったですね。あの仕込みが。それはね一番最初にね僕ね NHK のプロフェッショナルって番組に出させていただいたときに僕の後ろにカメラマンの方がこう僕が書いてるとこう。 こすごいですよ、あーって汗びっしょりのカメラマンの人がこれは環境じゃないなと思ったんですね、だからいかに周りに誰もいなくなるか、漫画を描くのはやっぱりちょっと鶴の恩返し的なところがあるので隠れてね、決して見ないでくださいね。なのので本当にそカメラだけ 今だからあれ五台ぐらいですか今？五台目ね。最大五台ぐらいですね。で大体四台で、あとはあ上と横と手元みたいな、はい。あとまあ後ろからあの部屋全体がわかるとか。で,、ね、でアシスタントがいる作家さんもいるので、その場合はまたちょっと一台増えたりなんか、ね、んします。でそれのお実験として、えー、であの漫画それぞれ漫画家それぞれでこう被る。 その場合はどのぐらいの角度から狙うべきなのかとであとは僕のリクエストしたのは<ー>え向こうから撮っていると下手すると逆さになるんでちゃんと対面の感じで整体した感じで画面を作ってほしいというそういうことで僕が あのずっと書いているのをず、あの何日かとって、うんうん、えー、その僕がモルモットなりました。モルモッなるほ <laughs> そうなんですよ。それで、<ー>だから大丈夫だよって言って。満、ま、遍んん始まる前に、どんな番組になるかわからないじゃないですか。一番最初は浦沢さんがそれを見せて。 漫画の作業にそんな支障ないからとかっていうそこからスタートで、まあ、川口さんとかね、うん、そこからスタートですけど、ね、何もわからないからカ,カメラマンの条件として絶対に後ろに立つなって,って、ねうん、そういうの決め事がまずそれで安心されて川口さんと山下さんが、まあ、やりましょうかみたいな最初に手を挙げてくれたあの,、ね、あの2人は本当に勇気ありましたねそ、うん、そうですれぐららい本当に未知のもんだから、うん うん、でもその前、浦沢さんが犠牲になって、自分でやってるんですよ。ね、それを見、それは浦沢さん、ご自身じゃないとね。うん、どういうのがい、一番漫画家として、どういいのかっていうのは、言えないですもんね、うん。そうなんですよ。やっぱり各環境っていうのがあるんで。うんんね、で、その撮影に対して、あ、えー、改まったさ、さ撮られてるっていう感じでは、やはり。うん、あの、生の、作画にならない。うん、僕、その時、よく言ってたんですけど、あの、漫画家って、あの。 プレーーリドッグみたいなもんだから穴の中に住んでいるそういう動物をドキュメンタリー番組で中にカメラをやって中で生活してる様子とか撮るじゃないですかあれ撮る気持ちでやってくださいって言っ何なら漫画家の目にカメラつけるぐらいの本当にそこに撮影するものはないですよっていう感じまでなってもらって一番リラックスした状態でいつもの仕事をしてもらうっていう。 そこにまでとにかくやれたらいいですよねってことでいろんな条件をつけました。その最初にそのその二人だったのはどういうなんか理由があるんですか。えっと元々お知り合いということでそういうのもありましてお声がけしたような気がしますね。あの二人なら受けてくれんじゃないかって言って。しかもなんか。 こうなんていうんですかね、こう作画的には違う作風のお二人でいいバランスだなと思ってそうですよね、はい、うん、あの二人で本当に最初一番最初いいバランスでしたね。そうですね、うん、そうそうその時はもうお二人をまあ見せるというような番組でちょっとあったんですけども、うん、これはもうやっぱり一人に集中して、ね、それでねあれなんですあの。 あの何日1日2日,あの2日3日とか撮るじゃないですか、はい、それでその出来上がったものでこうラッシュを見せていただいてそれでラッシュをあのそれを2時間ぐらいに出来上がったものを見ながら2人で対談するその対談したものを1時間番組にする一番最初はだから1時間番組を半分半分そうなんですよね、うん、人30分ぐらいな感じだったのかな。 ディレクターさんがまとめたその作画のカットが、えー、ちょっと違うんですよねあのいや、うん、そこは見せなくていいなんであそこでカットするっていうことだからいまだにそうなんですけど、えー、とここの部分を長くここはいらないとかいうのは全部僕が指示してるんんでですすよああそうなんですね、はい、編集みたいなことをそうですされてる。はいはい それはやっぱり浦沢さんにしかわからないというか時間はちょっと遡りますが、うん、その第1回目を取るちょっと前の,、うん、あの「漫画家はプレーリードッグだぞ」とか、うんえー「カメラマンは後ろに立つな」とかいう企画会議第1回企画会議の時に僕が、うん、NHK の会議室であのホワイトボードに「うんえー、今の時代は、えー、16対9の」 テレビ画面なので作画はここにずーっとなるべくノーカットで映しっぱなし。 うん、それで僕ら漫画家の顔なんか見せてもしょうがないんだから対談している画面はこのぐらいでいいって。でこの2人が喋っていることでよくわからないことを言った客中は下に出してだけどずっとここには作画がと流れている、うんはい、そういう画面にしたいんだけどって言って技術さんに「どうですか?」って言ったら「あできます」って言うんで「はい、あ,あもうこれでこの番組できますよ」って話を最初にしたそうです。そうですすやっぱりそのテレビ番組する時はなんかこうスタジオ開いて あの作家さん呼んでトークとかみたいなことをみんな思いがちになるんですよ。うん、NHK もそんな感じでスタートしようとしてたんですけども「いやこれはあかん」と「浦沢直樹も会議に読んでもう本人に語らせた方がいいわ」と思って <laughs> あの普通ね <laughs> こんな主役会議に呼ばないんですよはい、はい、でも,も「来てもらって言ってもらった方が早い」と思って。 できてもらって、で、ホワイトボード。結局画面構成、自分、僕が全部言った通り。そう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 。で、それで、わかりやすい、あの、これで、もうできたやんとかっていう話で。ああ、納得せざるをぞ、偉い。くなってスタートできたんです。で、あの、五から始めて、十まで行くっていう通りに、僕らはいつも通りの会話をします。人、あの、一般の方に、わかりやすく話すんではなく、もう勝手に話しますから。漫画家同士で喋ってる。そこで、わかんないことあったら、下に百中出したり、途中で一回止めて、今言ったことはこうですっていうのを流しながら。でも、その間。 ずっと作画は見せていたい、うん、これが主役だから。そういう感じでやりましたね。<ー>うん、そういう形の作られ方とか、あの、まあ、そもそも番組の構成っていうのは。あの、テレビ番組としては、上田さん、どう、普通なんですか。あの、いや、異常ですね。ね異常なんですか。<laughs> 異常やね。<laughs> とても大変です。 まあ,あの何が大変かって一番大変なのは、うん、作画の、えー、と編集をしてるときに我々は何が起きてるか全く分かんないんですよ。うんうん、これ番組ななのかなっていうのを毎回見ている。で康彦先生なんかは特にですね全くあの見てるときには何も起きてないじゃないですか失敗もしないし、はい、ホワイトすら使わないし、はい、でこれでそのまま番組になるのかなっていうのを思いながら、えー、編集をして。 まあ浦沢さんに送っって見てもらってでここはいらないとか、うん、この辺は長く見せた方がいいとかまああのよくおっしゃるのはあの口元の表情が非常に大事なので少しこう長く見せてほしいとかよ <laughs> よくあるんですよあのディレクターさんがよくあるんですけどあのまず目を描いてるシーンはこう捉えてあるんですけど、はい、それでその次からパッとカットして目と鼻が入っ目鼻と口が入っちゃった状態で、はい 髪の毛こういうふうに書いてるシーンとかで映ってるんですよでちょっと待ってって,って鼻と口って全部表情だから、うん、この表情が出来上がるまでは本当ちゃんと固定カメラで刻面に見してリアルタイムでで髪の毛とかシュシュシュってのは別に僕らどうでもいいと思ってるところがあるんでそういうことのあれをあのディレクターさんに伝えるんですよねあなるほどでもう一回編集やり直してもらうっていう まさにだからあの分かってないって思ってるところをこう番組作りながらこう伝えていってるって感じで、そうですねで。そのできた番組を僕らが見てああのなるほどって分かっていくっていう感じなんですね。<laughs> そうです。だからあのテレビを作るということにおいて、ここまでそのやっぱり主役の人と密にやりながら。 調整しながら最終的に、まあ、100点満点には多分至ることはなかなかないと思うんですけどもできるだけ大切なことを全部直そうとここまで密にやってるっていう作り方の番組ってまないんですよね、うんうん、それはやっぱり浦沢さんがそういうことにだ、ね、正直に申し上げてあの何度かですね、はい、その作家さんのところに行って出来上がったラッシュを見てその作家さんの本当の凄みみたいなのが今、えー、と何日かやって。 取ってきましたってものを2時間のラッシュにしてもらったときにいやこれちゃんと捉えてないっていうときに、うん、あのもう一回回っっっててくれってやったこと何回かあるんですよ<ー>でそれは作家さんにもお願いしてやっぱり出ていただくからにはその作家さんの一番の凄みを捉えてほしいのでもう一回ワンチャンスくれって。 やっったことって2回ぐらいありましたねね回あありりまし、ね、まししたた、はい、でも確かにそ,そうですねあの例えば「週刊作家」で20ページ書くうちの取材行った時に、うん、一番その作家さんが輝いている作画風景が取れるとは限らないってことですなね。でそうやっぱり、ね、それをでもう一回やっていただいて出来上がってもう一回来たら ほら取れたじゃんみたいなやっぱりすごいじゃんみたいなことが起きるんですよね, <laughs> ね。<laughs> それはやっぱ本当はこの,あここの辺を書いてるところがあるとすごいに違いないっていうなんて言ったらいいんですかねあの予測が浦沢さんにはあるわけですよね。そうなんですよねで、うん、やっぱりスケジュール上各方面のスケジュール上で何日から何日までっていうことで、うん、それで区切られてとるじゃないですか。 うん、本本当のこの作家さんの凄さがこの映像の中には。ないってなると、うん、あの。それだけでも番組にはなるんですけども。いや、もう一個飛び越えて、このすごいとか絶対にあるはずなのに。っていうのが。<ー>そしたら、もう一回やらせてくださいって、やっぱりやったことあります。うん、それは、絶対はわからないですね。あの普通の、ま。漫画を書いてない人にとって、わからない、はい。ところですよね。うん、それは、そういうところ、をやっぱ浦沢さんが。結構。 グイグイ言っていくわけです、ね、作家さん自身も気づいてなかったりなんかするんですけどねああそうですよね取れてんじゃないんですかとか言ったら「いやあなたはもっとすごいはず」<laughs> <laughs> <laughs> そんな感じでやったら「ほら、うん、ほら」ほらって出てきたじゃないですか、うん、そういう時もご本人が気づいてなかったりするんですけどねその客観的な感覚っていうのが。 自分がそうだっていうことを、浦沢さんから言われて、自分で自分に驚く瞬間もよくあります。よあ、そういうのね、あの、お二人で喋ってて。あ、っていうね、よくあります。よね本当だ私そうだわ、みたいな感じになっていくっていう。とにかく、だから、どんだけ、満遍に対して、仕事量。本当ですね。使ってるんだって、漫画連載しながらですよ。自分の連載もしてるんでね。何屋さんなんだみたいなことになってるわけですよ。本当。まあ、すごいタイトでね。 教授に見てくれみたいなのすごくくるんですよね <laughs>。こっちの都合でねいきますから。<う>だから仕事終わってから夜中ずっと見たいなんかするとかねそういうことでしょ、ね、やってますね。え<ー>。え、はい。その凄みみたいなのは作家さんによってこの作家さんはこの辺り書いてるところが本当はすごいんじゃないかみたいなのは作家さんごとに違ったりするわけですよね。あもちろんそうですね。その、ねはい、の違う感じの あの凄みのバラエティーを見せる感じで結構作家さんの選択されてる感じですかどういう感じでこの作家さん,ん今度行ってみようみたいな感じがあるんですかね本本当ご本人は何気なくやってるところなんだけどっていうようなところでも、はい、僕らから見るといやそこがここがすごいんですけどみたいなところとかやっぱあるんですよねうんだからそれをカメラがあのやっぱディレクターさん行ってその。 カメラさん行ってそれをずっとあのあれ別室で撮ってるんですけどね別室でリモートでこう並べて、うん、あのスイッチングしながらこう撮ってらっしゃるんですけどでその撮ってきたものの中に果たしてそれがあのプレーリードッグですからはい,、はい、いい生態がずっと寝てるかもしれない <laughs> っていうやつですから <laughs> はい、はい、だからそういうのが捉えられたかっていうのってやっぱりあの。 ナショナルジオグラフィック的な、はい、あの取れたか取れないかっていうのはすすごく難難ししいい問題ででよねまあ先ほども言いましたけどあの僕らには分からないから <laughs> 本当にこれが番組になるのかで通常はネームがあってネームをこう、まあ、浦添先生とちょっと見てこのまいいんじゃないかとかっつって書いてもらったりもするんですけど。 安彦さんネーム書かないんで。ああそうですね。全く白いところから本当に怖かったです。ですね、全くネームがない人は本当に困るんですよ。確かに。何を書くんだかわかんないん。わかんないから。うん、そうか。ここの辺りに集中して撮影したらいいとか。うん、そういうのは全然組み立てられないわけですね。あのあのネームっていうのはですね。あのいわゆる番番組でよやってますけども。 小回りををしててセリフを書いてある程度の構図だとか僕なんかはもうキャラクターの演技まで詳しく書くんですけど下書き漫画の設計図的なものでそれをいわゆるもう僕らもうそこに割といい絵が描けちゃった場合、えー、それをあのトレースしたりすることもあるんですようん、うん、あんまりいい絵が描けちゃうでとい,、はい、いうことで,でそういうようなものっていうのをまず書,く書いてそれを編集者に見せるんですね。はいで 18ページなら18ページそのネームを書いて「今週はこういうのを書こうと思うんだけど」って言ってそれを編集者に見せて「まあ,あの OK だったら素晴らしいです」って、ええ「でもう少しここのとこひと押し何か感情を引き出したいですね、うん」なんていう意見のある時はちょっとそこをもう少し変更してみたいなことをやる作業がネームっていうと作業なんですけど安彦先生それがないんですよそれがないから,だから番組見ててもなんて言ったらいいんですかねこう滑らかすぎてこうさ だドキュメンタリーだったら多分作家の苦悩だとか、うん、こう創作の苦しみみたいなのがちょっとでも出たらいいと思うんですけどそういうのが全くない感じでもう決まってるものを書いてる感じに見てる側は見ちゃいましたけどねあの,あの番組ではあれですよねあの雪の中の格闘シーンのところで、えー、しばらくこうちょっと熟考されましたよね。 あれは頭の中でガーっていうのは頭で作られてたんですね頭の中ネームなんですよねホワイト使わないですからホワイトも使わないですからねホワイト使い方がわからないって言ってね言ってましたねそんな人もいるかと思うとホワイト使い倒す藤田和弘さんとね藤田和弘は分厚いですからね 持った感じで重いんですよ弦楽器ね。<laughs> それ、うん、であの古い原稿を見るとひび割れ出してるんですよ。ひび割れてねポロポロ落ちてくるっていう。うあの中世のあのねあの、うん、<laughs> ルネサンス期の絵画、ね。そう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 。<笑><笑>確かに、ね。もう300年ぐらい前の、ね、<laughs> そう前のひび割れ。ね本当<う>作家さんごとにだからでもそういうあの実結構浦沢さんも見て。 かなりいつも毎回驚いてらっしゃると思う。おごるシーンがあるんですけど、はいはい、その想像できないものが結構印刷されたものを見てもわからない部分が結構あるんですね。うん、やっぱり最初にも申し上げた通り、その？この僕らが書いている。この現場を皆さん、うん、読者の皆さんが見ていない。見たらもっと面白くなるのにって思っていた。それをはるかに飛び越えた感じで。はい 各作家さんごと映像がこっち来ますと僕の想像すらもはるかに飛び越えていてなんじゃこりゃーっていうばっかりなんですよ。<laughs> なんじゃこりゃー的なことっいつも言ってますよ、ねはい。だから僕の最初のこの番組の目論見みをはるかに飛び越えちゃったですねやっぱりねそれぞれの漫画家さんの技法がうん、あのー。皆さん教わってないんですよ。あ書き方、ね、恐ろしいことにはい、はい あの独学なんですよ全員が、うん、今も大学でね教えるのがいっぱい、えー、広がってますけどまんべんで扱ってるような先生方はほぼ独学で、うん、僕も独学なんですけど独学って恐ろしいですよね。うん、完全に <laughs> あのそれぞれで進化を遂げているっていうその島上陸したらとんでもない生物がいたみたいな、ね、<laughs> そういう感じですよね<ー>、うん、だから誰かの漫画に憧れて漫画家さんになるんですけど多分こうやって描いてるんだろうなということがもうみんな多分がずれてるみたいな、うんね、そうなんですね <laughs> そ,その線から想像しながらこう描いてるじゃないですか、うんうん、それがね変なことやってるんですよ <laughs> <laughs> そうでも、ね、もっと、うん、もっと前にたどると、うん、あのこの番組の一番最初の,そのルーツ的に考えると1990年代に「ワウワウで」で、えー、ザ・バンドのロビー・ロバートソンっていう人が「フルムーン・ショー」っていう番組をやってましてうん、うん、それあの僕今録画して持ってるので現存して 10, 10話分ぐらいかな10回ぐらいでアメ,リカのアメリカンミュージックの「 えー、ベイエリアですとか、えー、ファンクだとかリズムブルースとか、うん、ブルース、えー、ニューオリンズ音楽とか、はい、そういうようなものをロビー・ロバッソンさんがその,あの土地土地を訪ねたり、えー、そのミュージシャンを呼んでってその僕その番組を見ていて漫画でこういうことできないかなって思ったんですよね。そ<ー>それこそブルースマン ロビー・ロバットソンさんがあのテレキャスギターを持ってそれでこうあのブルースを出来上がっていくところを、うん、こうカメラが捉えるだとか、うん、でこれ漫画でやれたらいいのになってそこが一番最初のアイディアの出発点だったかもしれないんですけど<ー>その今のとんでもないことをやってるっていうのはあのロビー・ロバットソンさんがあの人のギターでギュンって弾くんですよ。ーってこれは彼は彼ラジオで カナダのカナダ人なんですね彼ねでアメリカの南部の方から来るラジオを一生懸命チューニング合わせて聞いててそれであのギューンと音がするって言うんでだったらそれは南部の国人ミュージシャンはボトルネックなんですよあはいはいボトルネックってのはこういうあの瓶のあの口んところを切って指突っ込んで弦をこすらせるんですねギューン

あのいやそれはそういうふうに書くんじゃないんじゃないのみたいなことが <laughs> 確かに過程はね分からない漫画家さんどうしても分からないわけで,、ね、ですよね長くなりましたけどそういうことがやっぱりねあの起きてる何かちょっとそれはそれで幸せな伝達ですよ、ね、そうですすよよねねそうだからそこで発明がなされてて知らん間にすごく個性が発揮されるっていう流れになるわけですよすごく重要だと思いますよそれ。 えそんな書き方するんだっていうみたいなお,た、まあ、お互いの驚きがあってでもなんかどっかベースであっなるほどみたいに納得されているこう瞬間みたいなのも番組に結構映<あ>っててそれぞれがやっぱりガラパゴス島にそれぞれがいて、はい、それで話してみたらみんな同じことで悩んでいたんだみたいなことはね、うん、あれはね すごいほっとしますね。そそうそうってみんななるんですよ。<laughs> 確か<に>でそれこそあのここに汗ベタベタするからここに何を敷いて書くのって、はい、ああいうのね千葉先生のねあのペーパータオルのを敷くっていうのたあれなんか僕も今ずっとそうしてますからね。<laughs> あそうですか結構あの番組をやって盗んだ技はあるんですか <laughs> もうすっごいいっぱいあります。すそればっかりです。<laughs> うん、ええ、はい、あのとね。一番の影響は、えー、女性の髪の毛を丁寧に描き出しましたね。うん、僕ね、それはどなたのあ,あの女性のその少女漫画とか書かれてる方にお会いする。たんびに、はい、髪は命なのよってことで。うん やっぱり言われるんですよ、はい、ああ僕はなんて雑に書いていたんだってっ思って <laughs>、はい、でですごくそこのとこ気をつけて、あのー、いわゆるベタ塗りなんてもうアシスタントに任せるなんてとんでもないでも全部自分で塗るようになりましたし<ー>髪の毛の流れとかそういうのが、あのー、女性読者にとってはすごく重要なことなんだよってこととか教そういうなんていうんですかね創作的なこう。 スパークみたいなのも番組の中で起こっちゃってるわけですね浦沢さんをある意味変えちゃう番組ではあるってことですねそうですねあの番組によって一番影響受けたのは僕かもしれないですね<ー>、うん、とにかくねいろんなとこに行かれてますもんね、はいはい、すごいえん面白いお話なんですけれどもあのー、そ、えっ、ー、とー。 ちょっともう少し番組のこうプラクティカルなお話をしたいと思うんですけど、まあ、番組の,あの、えー、作られる、えー、とこうのがさっき音楽番組だっていうのはすごい面白いと思ったんですけれどもあの結構ばん漫画をこう書いたりするドキュメンタリー、えー、と番組みたいないくつかあったりとかしたすると思うんですけども例えばあの有名なのはそれこそ NHK で。 作られていたあの手塚治虫さん創作の秘密っていう86年の番組があるんですがああいう過去のこの漫画を描く番組みたいなのは意識されたりたりしてんですかあもちろんあの番組は本当にエポックメイキングで、うん、あのそれで NHK さんでやるにあたってとにかく NHK さんま,まずあれを撮ったじゃないですか皆さんはということで。 あれをもっと発展進化させたものを撮りましょうよっていうことですごく話がススムーだったですねなるほど手塚さんの書いてる部屋と別室でこうリモートコントロールできるカメラをつけて鏡をこういうふうに鏡を置いてやったんですよね当時ねそうだ大きな機材しかなかったからねその頃ね。ねい。本当にそう ね、それで,でもあそこにはやはり僕みたいな漫画描きの目線が入っていないので<ー>やはり主に苦悩する手塚治虫先生の顔のアップみたいな感じなんですよね。うんうん、ねやっぱり通常のディレクターだとやっぱりそっち人間手塚に行きがちなんですよね。で僕が発想したのはここで起きてることの面白さってことがあったので、うんうん、なのでそうですね。 うその辺も踏まえてあのでこ今回ちょっと手塚治虫先生のあれをあの画像を見て書いてあるとこないかななんて探してみたんですけどもうん、うん、ほとんどないんですよねあれ、ねうん、こんな少なかったんだと思って、うん、あそうですね確かに言われてみれば、はい、そうですね手塚さんあ人間手塚っていうかあなんかこうで悩んでたりとかい、ね、逆立ちしたりとかねんかそういうシーンがね,、うん、がね結構。うん まあそれはそういう意図のドキュメンタリーだったと思うんですけど、はい、まあそういうのじゃなくて本当にこう線ができていく瞬間を残したいみたいなことだったんですね。はい、そういったなんて言ったらいいんですかねこう制作特に、まあ、作漫画の舞台裏を、えー、と残していくっていうかこう。 舞台裏のできていく瞬間をこう記録して、まあ、ある意味アーカイブされてるっていうことを積極的にこうやっていこうっていうふうに例えば漫画の原画展なんかも浦沢さんはすごいあの大きなものをやられてて相当力を入れられてたと思いますけどそういったなんかこう舞台裏をみんなに見てほしいみたいなことは何かこう意識があるんですかえ あの僕が巡回展でずっとやっていたのはえ原画で丸ごと1話を読むとか単行本1冊原画で読むっていうそれは実験をしたんですけどもそれはあの原画っていうのはそのやっぱり書き損じをあのホワイトしたりだとかアシスタントに指示出したりだとかそうやってあとあの生のペンタッチみたいので出来上がっているものでそれをずーっと並べてその。 状態で漫画を読んだらどうなの印刷物じゃない状態、はいはい、で漫画っていうのは読むものだと思ってるんです僕なのであの見るるとというのと読むっていううのの読むは同時に起きる、えーはい、そのことをおいわゆる美術館の展示で見るあいわゆるう漫画のページ1枚をう額縁に入れて眺めても実はそれを漫画を見たことになってないんじゃないかと僕は思って。 1> 1話を、まあ、例えば18ページを見て見終わった時に起こってくる感情みたいなものを、えー、がで一つの額縁になってるんじゃないかなって僕は思ったんですね、うん、だから、えー、それを一つの額縁と考えてくださいということで、えー、展示を進めたんですけども、うん、ですのでその漫画を見る方やり方みたいなものを 僕ら漫画家の方から発信することは重要なんじゃないかと思って、うんえー、美術の展示なんかもキュレーターの方ですとかそういう方たちにやっぱりこう任せがちになってしまうのでやっぱり本来の漫画ってこう見るんだっけっていう状態っていうのは、うん、やっぱりそこちょっと疑問を持ちながらま、うんべんの番組なんかもいかに漫画家目線で見ていくかっていうようなことをね、うん、それを気をつけていった方がいいかなと思うんですよね。うん なんかそういうあの共通性っていうか,をか僕自身感じて、うん、あの、ね、漫画のすごさっていうことを本当に伝えてると思うんですよ。もそうなんですけども村澤さんの展示とか見たらやっぱりあの大きさのこれをこのページ数でこう書かれてるっていうのが本当にその人間の手だっていうことを読み切るっていうことであのさ,っきさっき言われたように一枚を 額に入れて飾るということじゃなくて漫画って本当にすごいんだな、うん、すごいものなんだなっていうことをやっ浦沢さんはどこでもやっぱりちゃんとしっかり伝えたいなっていう感覚でやってらっしゃるのかなと思いますよね、うん、1話、うん、で額縁だったり1巻で額縁だったりそれこそ十全20巻で額縁みたいな、うん、そういうものが漫画のような気がしますからね。 まあ、やっぱ漫画の凄さを知ってるのは漫画家なんだってまあ当たりなんかよく考えて当たり前のことなんですけどなかなかじゃ,じゃあそのことを漫画家さん自身がそれが分かるようにいろんな形にするまあもちろん時間もないと思いますしそういうあのスキルを持ってる方とかもいらっしゃるわけではないんだけどやっぱそれを浦沢さんは 展覧会という形とか、それからまんべんという形で。漫画家が、漫画の凄さというと、すごいよみたいなことを、改めてやってくれた。感じますね、うん、やっぱり漫画って、すごくポップなものなので。でまあ、皆さん漫画を読むときは、もう、こ、こ、これ、な、このぐらいのリズムでいくと思うんですよ。もう本当に、あれ、面白いから。 行くんですよ次のページがめくりたくてめくりたくてこういっちゃうんですよね。えー、だけど僕らはその1ページ1コマみたいなものをあのそれこそ3日かけて書いてる場合もあるんですけどでもみ3日かけてたものをほんのう1秒2秒で取り過ぎていくっていう、はい、そういうことっていうのはあのそれはね漫画が面白い証拠なので、うん、全くそれはそうあって当然なことなんですけども1回読んだらもう1回戻ってそこを。 そういえばこのページのコマすごいんじゃない、うん、っていうような見方っていうのを逆にもう一回できるんですよね。うんうん、あ、漫画っていくらでも後戻りできるので。そうですね、なのでそういうあ漫便などの漫便の、ま、番組とかを見ていただいて、すんごい書き方してんだなって思った感じをもう一回漫画の見方に投影してもらえれば、うん、そうするといろんなもう読み読み飛ばす読む,読むもうあれですからねあの。 もうなんつうの一晩で、えーえー、一晩でモンスター読み飛ばしたみたいな話を聞こえてくるんですけど「<laughs> 一晩でモンスター読め, <laughs> 読めるんだ」みたいな「一晩で何ページ書けると思ってんだ」みたいな話ですよねなんかねそこの読者の方と漫画家のなんか時間軸をちょっとあの。 合わせないかっていう感じ。うんうん、そういう感じちょっとあるんですよね。うんうん、その僕らの熱量みたいなものが、うん、少しもう違う形で伝わり伝わるんじゃないかな,いなあ。よくわかります。なるほど。<laughs> そういうあのでもやっぱり。この番組はあのネオっていうものもできて、はい、すごい反響もあってですね。あの、えー、多くの漫画ファンにある意味分かってもらった。 あると思うんですけやっぱこうその舞台裏について面白がれる読者がいる文化圏っていうか漫画文化日本の漫画文化って成熟してるなって思うんですけども、まあ、こういうこの番組を受け入れ,ても受け入れられているこう状況っていうかその背景みたいなことについてなんかあの浦沢さんとかあの皆さんなんかお考えがあればお聞かせいただきたいなと思って。 やっぱり放送した後というか放送中にツイッターとかがンガン上がってくる、うん、あの感じとかで漫画家を志している人いやあのプロの漫画家、うんまあ、い,いっぱいうわもっと頑張らなきゃとか<ー>うわこんなことやられたら私やってられないとかいっぱいこんなこといってくるんですよ<ー>それめちゃめちゃ面白いんですけども、まあ、漫画好きな人、まあ 読者の人もいいっぱいつぶやくしで、えっと、たまたま見た漫画に興味ない人がやっぱりあれ見てやっぱりす,すごい熱量でいいものって出来上がっていくんだなって他って他の職業にも影響を与えてるような感じがするんでっ、ねはい、やっぱり NHK の,、えー NH K の,あのまあ、全国で見れるような番組でポンとやって、えー、みんながそれを見ながらガーッとやってるっていうのは。 どこまでこれは、えー、大事なことをやれてるのかなっていうようなまあめちゃめちゃ影響力を持っているはずですねあの視聴率も、うん、に換算されない影響力があるなっていうのはああいう時にばあ思いますね、うん、みんな人生になんかいろんなものをここから救いをなんかこう救い,あの救い取ってるんじゃないかなっていうような感じまで思うぐらい実際どんなあの反響なんですか まあそうあのツイッターとかでもすごく反響あるんですけど、えー、なんていうのかな初めて見た人もやっぱり面白いこんな番組あるの知らなかったとかいまだに言,、うん、言われるんですけどあとはやっぱりまんべん見逃したとかねそういうのがあって再放送してほしいとか、うん、もう放送してるそばから再放送してほしいと言われたりしても困るなみたいな。 も、まあ、あるんですけども、えー、やっぱりこうなんていうのかな、映像の力がすごく伝わってるなぁとは感じます。うん、あれ、あの上でこう立った撮ってるのは、あの固定カメラをただ撮ってるわけじゃなくて、全部ディレクターが追っかけてんですよ、カメラマンとか。あ<ー>あ、ね、確かにそうですね。リモコンでウィーンウィ、はい、ーンってこうなってるんです、ね、それはあの一晩中各先生は一晩中追っかけてるわけですよ。うん、<laughs> 交代で。 なので、まあ、先生に全部合わせて撮っていてでしかもあの別部屋がない家もあるで,、ねうん、でも3人ぐらいいないと撮れないので 2>, <laughs> 2畳ぐらいのところにずっと押し込められてずっと一晩中とかってあるんですよ、ね。もうこうなんてうんですか、ね、こういうのはやめて、ね、ある先生は締め切り間際で一番やばい時になっちゃってね 仮眠取られてる仮眠取られてるところも取られててこんなとこ取らないでくれよなんて言ってんだけどでもその間ディレクターたちは起きてるんですもんね先生仮眠取っててもこっちは寝れないのでいつ起きてくるかわからないしみたいなこの度ははしょだから「NHK ワールド JAPAN」で先生の会がオンデマンド そうなんですけど、あのワールドのあのアプリで見られます。N.H.K. ワールドっていうアプリがあって、で世界165カ国だったかな。<ー>で、あの視聴できるっていう。もう配信されてるんですか。はい、なんか反響とかあるんですか。反響はえっ、ー、と,、えー、とこれ言っちゃっていいのかな。N.H.K. で、あの番組部門でまあ今年度は一番だと<ー>なんか五つ星評価高<ー>評価だ。 褒められ分評価で4.9だった 4.9?、はい、謎の…本当ですか、はい、<laughs> っていうふうに NHK サイトから来ましたねあと、えー、あのアフリカの方とかとっても多いですそうですか、はい、もうね、今世界中で日本、ね…アフリカの方が漫画家を目指したいんだけどなんかねその道具をどうしたらいいのかでもわかんないですもんねあ、うんえー、あのあそうですか、じゃあ世界中で見られて 日本と同じ感じの反響なんですか？ちょっと違ったりする感じがありますかか。海外の人はすごく熱いですね。あの漫画家がやっぱりすごく時間かけてかけてるあの作ってるっていうことがよくわかったっていうなん、うん、あの、うん、コメントとか来てますね。んなんかやっぱり世界の人に見せたいなっていうのはまあ浦沢さんも最初から思ってたことだし。うんうん あの見たい人だらけだと、うんま、漫画大好きな、まあ、フランスであったりとかそういうところとかも絶対見たいと思ってるこれ何とか海外で出せないのかっていうのも本当に粘りに粘ってね,そうですねめちゃめちゃ粘って <laughs> これこん,なこんなぶっちゃけちゃった話でいいのか分かんないですけどあのそれこそ倉本さんからあの今の配信系のうん、うん、うテレビ局に、はいはい、このプログラム上げたら「浦沢」 ギャラあの桁変わるで <laughs> <laughs> そんな話がね <laughs> あ,のあ,ありつつあったりするんですけどはい、はい、でも僕ってあのこの NHK にちょっとこだわったのはやっぱりあの同じ時間にあの全国どこでもテレビをつけるとやってるっていうことうん、うん、そのがすごく重要な気がしたんですよ。うんうん、やっぱりそういうい配信系のテレビですとあの マニアの人が見ることになっではもういいんですけども、うん、あのそれ以上に本当にね普通の子供たちが出会い頭に見るとか<ー>そういうことが起きてほしかったんですねなるほどだから NHK って本当全部つつ裏裏全部見れますから僕はそれギャラやすいけど <laughs> <の> <laughs> NHK で僕は。あの やるべきだなって思ったんですね。h k のままで世界に発信するっていうところで世界に出てた。そうそうそう、行けたから良かったですよね。まあまずは安彦さんのががっといって。はい。もう全話。あのプログラムも英語化してくれっていうコメントがいっぱい来てますね。ああそうですか。へえ。まあやっぱ。 ね、特にまあ海外なんかは本当に漫画の情報にすごく飢えてると思いますし、うん、特に描くことに関する情報ってほとんどなくて、うん、あの舞台裏あのさっきバックヤードにちょっとお話したんですけど先月僕アフリカに行ってたんですけど、はい、漫画ファン日本の漫画ファンが今10年前の,あのヨーロッパみたいにぐわーっと出てきてるんですけど、はい、とにかく。 もうどうやって書いていいか全くわかんないみたいな状況で、うん、あのつけペンの存在すら知らないみたいな感じなので、うんまあ、日本の若い子もつけペンを最近知らないですよね。スクリーントーンって何なんだみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、そうですよねなんかそういった意味でもこうすごく海外発信って意味があるような気がしますね。 あの手塚先生が漫画を描きあの始めてあのその時代ってやっぱり日本が敗戦国となり焼け野原の中で手塚先生紙とペンだけであの、ま、彼の漫画にもありますけど紙の砦っていうね。はい あの手塚先生が書き出したあの漢字紙とペンだけあれば、うん、とんでもない一大スペクタクルからものすごい SF からものすごいあの深い話からそういうものが全部書けるんだってことを手塚先生は僕らに教えてくれたんだと思うんですね。はい、だかららおそらくその発展途上の国ほどあの こういうもので何か作品が表現できるんだ。あのバジェットを組んで何か映画撮影とかしなくても壮大なものが作れるんだみたいなことが、うん、もしかするとうーん発展途上の人たちにこそ届いてほしいのかもしれないですね。確かに。ね、うん、それこそ創作の秘密のそのドキュメンタリーの中で手塚さんが漫画はハングリーアートだって何回も言ってますけども、そういうところは。 ね、絶対あるとん、ね、何だって紙とペンだけですから紙とペンと、まあ、でも漫画家さんがいないとけ、ね、けないわけですから、あのー、この間ちょっとした対談であの糸井重沙さんにちょっと話したんですけど「うん、糸井さん好きな漫画なんです好きな映画とかありますよ?」ったら「トム・ハンクスの,映画の作品で、はい、好きだ」って言って、はいはい、でじゃあ糸井さん頭の中にトム・ハンクスの糸井さんの好きなような映画が頭に浮かんだとしてそれを。 紙とペンだけで書くとしたら「書くでしょ」って言ったら「書くね」っつって言うんですよ。で恐らくそれが漫画なんですよ。僕らどうか浮かんだことをペンにかけるペンで紙でかけるはい、はい、それの繰り返しをずっとしている人たちなので,でやっぱりだからその一番手っ取り早いイマジネーションの伝え方っていう,、ね、うど もうだからこそすごい何て言ったらいいんですかね技術の発明がも,うものすごくこう積み上がってきている分野でもあってそれをほんとまんべんはあの少しずつこう教えてくれるっていうことで、うん、あのやってるのかなっていうふうにだだからあ思いますの、ね、海外の、えー、で見れるようになったアフリカの人たちがいてるつけ、はい、ペンの存在知らない、うん、だから早く安彦さんじゃないかいも。 あげない,いそうですね。日本はみんなね、な筆で書きますよ筆。筆でネームも書かずに。アフリカはもう筆で漫画書くのが当たり前みたいなことなっちゃいますから。なかなか。い<や>急いでアフ,、ね、アフリカにもう一つ届けるのは難しそうですか、ね。<laughs> そう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 。確かに。急いで次の切片の方を。急いでオーソドックスなさやつをや、はい、ね、やって。でも海外、いろんなその他の会もあの配信していこうっていう計画もあるんですかね。 えっとしていきたいとは思ってます。皆さんが NHK にガン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 ねこうあの圧力をお願いします。<laughs> <laughs> ぜひ世界中からねはい <laughs>、えー、でもやっぱ漫画ってそのある意味こう受け継ぐ文化っていうか誰かがやってるのを見てあ自分もできそうとかなんかそういう機会があっていろんなまあ技術も含めて、えー、あの あこう描いたら何だろうあのあのこういうふうに見えるんだみたいな技術もある意味こう絵を見て盗みながらこう受け継ぎながらできていくっていうあのアートフォームだと思いますしそういった意味ではこうテレビなんかを通していろんな世界中にこう広がっていくっていうのは改めてやっぱ漫画的だなっていうか漫画文化に向いている。 番組だなっていいう,うに思いますよね。うん、あのぼちぼちとこうあっという間に1時間以上こう過ぎていっちゃいましたけれども、まあ、今後ですねこうなんかどういう形にあのここをもうちょっとこういうふうにしていきたいとかあるいはこんな作家さん呼んでみたいなみたいな不安があったらお聞きしたいんですけども。 あのー、作家さんね大体僕がこうこの人この人この人ってあれなんですけどそうですね10人中7人 NG かなあそんな感じなんですか <laughs> いや、うん、もうもっとです、ね、そのぐらいもっとです大変なんですよそのぐらい本当に <laughs> ああそうですか、あのー、やっぱりあ鶴の恩返しなんですよあ<ー>、うん、開けてはだめっていうね あと顔は出したくないっていう方も多いので顔は自分のアニメでできますよと何だったら手までアニメでできるかもしれないとかいろいろ言ってるんですけどもね何人も出るよ、出るよと言いながらなかなか実現しない人もいますし忙しい方会うたんびに出るよ、出るよって言ってくれる人が何人かいるんですけどあの人ね。 あの人デルデル詐欺のの人人ががいいいるるじゃないですかデデデデルルデルル詐詐欺欺って言ってるんですけどねやっぱりそれなりの覚悟のいることでもあると思うんです、うん、作家さんとしてはね、えー、だから皆さん機会を待ってそれでやりましょうっていうまあ本当すごく勇気のいることなので無理にとは言えないのあたりそれは当然なんですけども。うん、あとやっぱりねあの 高齢の、えー、作家さんとか、うん、まあ千葉先生に出ていただいたの本当に良かったなと思いますし、千葉先生あとあの斎、はい、藤孝雄さんのね、えー、ゴルグを描く映像を撮れたのは、はい、本当にすごかったですねあれね。しましたあれあのラッシュが僕の時に届いた時ですね。斎、はい、<laughs> 藤先生も下書きほとんどすって書いたぐらいポジショニングだけ書いたところにいきなりあの マジックでぎゅっ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 て始めた瞬間にですああえー、らいものを取ってしまったのかもしれないと <laughs> これは大丈夫って本当にドキドキしながら見てたら見る間にぶわってゴルゴになってたじゃないですかああすごいですねもう,ねもうあのラッシュを映しているそのパソコンの画面に申し訳ございませんでしたっ、ね、つ <laughs> あてもうね感服しましたね。あれ あの今これエンターテイメント部門あのいいのなんて言ってましたけど <laughs> あれはエンターテイメントですよねあれ自体、うん、素晴らしいですよあ<ー>確かに打ち上げで斎、えー、藤先生とあの打ち上げしてしたらあのわしな <laughs> そうそうそうわしって言うんですよ <laughs> 自分のこと <laughs> ちょっと似てます<う> <laughs> わしあの六、ー、十時間起きとってな仕事でな、うん、っ 僕が「あ先生申し訳ないです僕,僕5時間かっちゃいました僕65時間起きてたことがあります」って言ったよ <laughs> はい、はい、そしたら「じゃあ君なその後仮眠取って24時間仕事したか」<laughs> そう寝ない自慢が始まってね「<laughs> <laughs> 何じゃこの状況は」ってなりましたよ。<laughs> いいですね面。面白かったですね。<laughs> 面白いですね。あ、そうか。だから結構坂さんともその番組に映らないやり取りなんかも結構やっぱ。番組に映らないやり取りはやっぱり面白いですよ。えーうん、放送できないですけどね <laughs> 放。放送できないけどここでお話できるエピソードとかなんかあります？ あどうだろうなまあしない方がいいだろうな <laughs> そうですよね <laughs> そらそうでしょう <laughs> 意外な感じだった方とかいるんですかそのあのあ全然作品って大体皆さんご存知の方にお声がけして初,初にお会いされた方もいしるんで、ねうん、でもね荒井秀樹さんとか僕実はね、はい、ずっと同じ雑誌とかで書いてましたけど本当に初めてでそ<ー>したら あのとっても繊細な方で、はい、あの本当に書いてる作品はすごいあの激しいショッキングなもの多いですけどもあのそれをこの繊細な気も心で書いてるんだっていうのでもう認識も新たにしてでその後だからもう飲み行こうよってことになってもう一晩中飲んだりしましたけどねそういうんであの漫画家の交流も随分広がって。 諸星先生がねあ,あ,あんまりしゃべらないといとう先生は僕はどうなるのかと思いましたね。はい、<laughs> いやよく出られてきたなって思いましたね。<laughs> あのドア玉であのま,あのまずこう鳴らしで、はいえー、撮影風景あの画面が出ましてね、えー、ご自身の,あの仕事場お宅の周辺がこうバーッと映ったりなんかするときに。 えとここにお住まいになられてこのお仕事場はもう長いんですか何年目ぐらいですか、うん、みたいな感じでそんな感じで軽く振ったんですよ諸星先生そしたら「いやーどうかなー」って言って黙られたんですよ「いやそこは答えようよ」と <laughs> あの,ならしの場面なの。番組上使った諸星さんのご発声でほぼすべてです <laughs>、はい わかります、ね。盛り上がりすぎていっぱい使えなくてさっきねあのここでも言えないような面白い話盛り上がってるんですけどね。真逆ですね。そう、先生はあのおっしゃられたことは全部、ね、<laughs> 全部使ってますあれは。何 <laughs> <laughs> な,なら繰り返し使わないとみたいなね。ねそ,それでもみんながあの浦さん頑張ったよと。<laughs> <laughs> そうそう。<laughs> 声聞けたみたいな。<laughs> いやあすごい検討したよ頑張ったよってみんなで肩叩いてくれたんですけどね。<laughs> <laughs> そんな。でもあれだったんですよその前にあのモロさんとあの。 あの大友克弘さんなんかの,あの会があるんですけど、うん、諸星さん来られた時に、うん、でよく二次会三次会でカラオケ行こうぜなんてなっていくんですけど、うん、諸星さんいらっしゃってそれ<ー>で、うん、え諸星さんがカラオケに来るって思って <laughs> それで。あの 最後までずっとあのニコ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 笑って僕らの下手な歌をニコ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 笑いながら聞いてください。くだけ最後までいらしたんですね。ええ、それこそ諸星さんの不条理漫画みたいな話ですね。笑ってる聞いてるようなんです。そんな感じでしたね。だから本当あのいろいろと交流も広がっていくし、あの漫画家同士あの。 そうあの嬉しいのはあのまだ出演されてない漫画家さんもあの「浦沢さんあの番組はすごい価値あるから本当よくやった」って言ってくださる方本当に多くて。出たいみたいな作家さんもいらっしゃるんですか出たいっていう方もあのほぼほぼ。 僕はあれなんですよ。パーティー会場あの最近コロナでもそないですけどあ,す、ね、あの漫画家のその年末の社音会みたいなのあるんですけども、そこで僕が行きますとなんかみんなわらわらしてて。はい、で、あの。 古谷丸さ,さんなんかを僕、ねえ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 って肩組んだら「なに <laughs> <laughs> ねえ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 」ってちょっとあの会場の隅っこ連れてって「はい、出ない出ない出ない」って言ったら「<laughs> あう,う,うっそー」とか言ってましたけど、ね、あそういうつかまえ方え <laughs> そうもう一本釣りしていってくれるんですよ、もうキャスティングまでしてくれますから、ね、もう当然ですけども、もい動いて、自ら、うん、だからどこまで仕事してんねんって話が僕、坊先生とそのパーティー会場で交渉して、うん、そういう大きなホールのパーティー会場で交渉して、僕はこういう気持ちでこ作ってるんですけど、うん、って言ったらさ、ずーっとその交渉をやっていて、ふって気づいたら、パーティーがお開きになって誰もいなかったってありましたね。<laughs> <laughs> 交渉しに行ってるんですねもう結構だ浦沢さんの中ではリストがもう実は結構あるんですかいやもうだから本当にもうあのその中でもやっぱり心よく勇気を持って出ていただける方ってまあ限られてきますので、うん、あとはあー一度 NG 出された方でも再度行くってこともやっぱりあるんですね。 うんやはりあの番組でるのは相当難しいですよ。そうですね。はい。いやもうそれこそやっぱねえねえねえって言える浦沢さんがいないと成立しないっていうところもあるん、ね。<laughs> 当然ですよ。ね本当ね<の> <laughs> なんか、ね、<laughs> 年齢的なものもあんだかもしれないですけど、うん、あの若い漫画家さんたちもとも僕はあの。 親しい人多いですし、ベテランの先輩方も、あれなので、はいはい、だから僕は割とそのちょうどいい場所にいる。<ー>この感じのあれも、確かにそうかもしれないです、ね。あの、いいのかなと思いますけどね。うんうん、確かに。小澤さんほどね、ちょ、うん、やっぱり、気さくで、まあ。番組の、まあ、エムみたいなことも、うん。 台本なくガーッとやられるような、はい、そういう性格の漫画家さんってかなり少ないと思うんですよね。ウラスワさんじゃないとこのまくセーしないし、ね、っていうだからそういうことですよ、ね。坂登ることだからその最初に僕のその話をしたときに、うん、あのウラが MC やるんやったら俺は企画書作って持ち回るっつってで僕は最初あの僕はそんなやるつもりじゃなかったんですけどだから。 お前がやるんだったら企画書を作ってもうそれはもう僕にとっては第一の条件でそれは見えてたんで今言うてることをそのままテレビで言ってくれって感じだったからもう僕は見えたんでそこだけはそうしたら受けてくれたんでだからあとはその。 バラエティー的に考えるっていうとちょっとどんどん番組,番組としてもう少し派手にしようかみたいな動きとかあるんですけどこの番組はより一層地味に、うん、あのペンの音がシャッ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 ,シャッ、うん、って鳴ってるだけでいい番組なんじゃないかなっていうことで。 何て言うんですか、B、BS, BS なんとかの音でなんか癒されるのってなんかあるじゃないですか最近の。はいはいはい、音でそ、ね、んんかあ僕はあの言っ,てんの言ったこととあるんですけど、うん、NHK の深夜にあの山とか 立山連峰。あ、ありますね。あれの代わりに、満遍のシャ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 っての。夜中中明け方も出されますかね。いいんじゃないの、なんて。そうです。農園収入でずっとね。せてたら、もう、それはもう、環境へと、最高ですよ。でも、そしたら、寝れなくなる人がいるんじゃないか。本当、あ、そうですよね。仕事はかどると思います。山ぐらいの方が寝るんじゃない。確かに。そうですよね。あの。 いい感じの時間になってきましたけども、はい、あのせっかくなのでお三方に改めてあの今後の,あの番組の、えー、どういう形で、まあ、どういうふうに番組の内容をしていきたいっていうこともでもいいですしどういう人に届けていきたいとかあるいはあの見てる方にどういうふうにこう。 リテラシー高めていってほしいとか,なんかそういうことも含めて今後この番組がどういうふうに育っていったらいいかみたいなことをお三方にお話しいただけたらなと思うんですけど上田さんかかからいかがですかま,あまずはあの延長じゃないですけど地道にいい先生をゲットして撮、うん、らせていただいてってなかなか大変なんですけどそれは続けていきたいなというのがありますし。 えともうちょっとちょっと発展させたスペシャル番組とかうそういうものも提案ができれば良いなと思っています。あとまあ浦沢先生が、まあ、いろいろこう漫画家さんいろいろいるんですけど、まあ、まだなんかあの時代劇とか <laughs> <laughs> あの和服とかやりたいとおっしゃってたんでそういうものも、えー、とバリエーションの中ではこう、まあ、見てる人もその。 楽しくななるようなね、えー、漫画のこうジャンルも少し散らばっていったらいいかなとは思い確かにいろんな Webtoon みたいなものが新しい形式が出たりとかデジタルの方たちもねどんどんいろんな技術をそれこそ発明している最中だと思いますのでそういったところそうですね。技術なんかもその い、まあ、いろいろこう発展してるんですけどそことあの根本的なところとやっぱりこう結びついてやっぱり芯がちゃんとしてないとやっぱ面白くないっていうのもあるし、うんうん、でまあ毎回こう取材させていただくと、えー、最初に聞くのはどういう書き方してますかっていうことなんですど、ね、書き方は全く違うので皆さんあ<ー> <laughs> そこから取り方を考えて、えー、まあ ページ数を何ページ書くのかとかそのペースも全然違うし、うん、書き方も立って書いてたり、ね、座って書いてたりいろいろなっっ書,書いてる人ね、うん、多いですよ最近ね立ってるね,ねあれ本当腰痛めちゃった人って立ってる方がいいみたいでね、うん、なるほどまあいろんなバリエーションが今後も出るといいなと思います、うん、大変楽しみにしみております。 倉本さんは,はいはいまだ言えないことがあるんであれですけどもあのすごいまたあの今までとちょっと違う角度のこともやり始めるかなすで、まあうん、に取り出してる、うん、そうですよね取り出してるあそうそうそうそれは楽しうそ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 もそう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  このペースで、えー、といろんな作家さんのすごさを、うん、浦沢さんが引き出してくれるということでどんどんと本当に参加してもいいよっていう作家さんが増えてくれることを祈りながら顔、はい、を出さずにそこを似顔絵でいいよということで、うん、一個乗り越えたこともありましたし拒否されている方があの柔らかくひら広がるようにとかっていうのもあるのとあと、まあ、デルデル詐欺の大友克弘さんには絶対とんかけてほしいなと。<laughs> もう絶対出てほしいなと思ってますからもうしつこくそれはもうつ<も><う>ついいいに名前言<生>言っっちちゃゃまましししたたけどこくそれはもう<え>僕,僕もう浦沢さんも,もうそこはやってもらわんとっていうところで一番最初から言ってる人なのでそういうのもありますしす、ね、あとやっぱり世界中にねどんどんと、まあ、こうやって見れるような環境が一個、うん、扉開いたんでどんどん見てほしいしでその海外の人がまんべん大好きっていう。 もうめちゃめちゃ増えて、うん、あの日本の漫画にしっかり影響を受けたすごい作家がいっぱい出てくるような規定、えー、になってるのが満遍、まあ、から始まってるんだねっていうような感じにしたい、うん、なっていったらいいなといや実際そうなりつつありますからね、うんうん、あとねあのやっぱりブルーレイとかでね固定化をねして僕はもう個人的にしてほしいんですよ。まあ、いろんなあの、ね、あの予算もかかることですからいろいろあるんですけども。 やっぱりその先ほど、黒澤さんがおっしゃったずっとさっさっさって書いてるのをもうね夜中ずっと流してるみたいなことをブルーだったら本当に脳編集のも,もう特典映像とかで置けるじゃないですか。そういういやっぱりのね最初のシリーズの最初の方だけディスク化されたんですよね。 ですからあのもう一回あのディスク化されてないものがいっぱいあるので浦沢さんの回でさえディスク化されてないんで僕の回の前のところまでディスク化されたんで,そうなんですよはい、はい、どうなってるのみたいな感じもあるんでだから次、もしそういうことが立ち上げるんだったら、うん、あのもっともっと特典映像も充実させたりとかそれを、ね、なんかもう嫌がられても言い続けたいなと <laughs> <laughs> 思ったりしております。はい ありがとうございます。うん、浦沢さんじゃあ、指名的に。指名、あのですね、あの。いわゆる。この。僕これやってるの、は、やっぱり、漫画。に対して、やっぱり、こう、本当かっこいい言い方しちゃうんですけど、本当に、あの恩返しなんですよ。うん、あの。東京の府中の、あの、実家で、あの。貧乏な家で、汚い子供がですね。 あの手塚先生の「ジャングル大帝と鉄腕アトム」だけで漫画書き出してっていうあれが今こういうふうに僕が今漫画描いて生活できてるようなことっていうのを考えるとやっぱりもうあのこれはね漫画に対するやっぱり恩返しを一つしなきゃいけないという気持ちがやっぱり強くてあの本当にそういう気持ちでやってるんであのギャラは安いんですけど <laughs> 2>, <laughs> 2回目です。あのはい、あのそれでのだからエン エンディングで僕歌をいつも判明させていただいてるんですけど、えー、主題歌として今漫画家きのバラードっていう歌で、はい、あの一番最後のフレーズで「どこかで描いてるもう一人の僕へくじけないように」っていうそういう気持ちで、えー、どっかにもう一人の僕のような子,ど子がいたら、うん、この番組でなんかそれを力を得てほしいなという気持ちでずっとやっております。<ー> ありがとうございますすももう拍手って感じですけれども <laughs> ありがとうございます、まあ、本当番組も長くこう続いて、ね、DVD なんかも例えば10年前に書いた自分の映像があるみたいな時代とかできたら10年前の書いてる自分を今の作家さんがコメンタリーで得るとかなんかそういうことも できると思いますしあと僕があの今後こうしてこういうところに行ってほしいなって思ってるのは海外の作家さんぜひこう行ってまんべんをまんべんそれはまた予算の問題ですよね予算どうですかね,ね上田さんどうですかね <laughs> スペシャル著作権がねあ、まあ、著作権問題もねあの本当に著作権と予算著作権が大変なもね。 壁なんですよね。いやうん、であの、ね、出だしがやっぱり一番最初に。あのに日本の。にかんたる漫画と言ってるのに。うん、皆さんはどれだけ知ってますかみたいなところに始めたとこともあるので。まあ、まだまだ日本の漫画も伝わってないかなみたいなところも。ま,だま,だね、まああるにはある。んで確かに。ねうん、そうですね。まだまだいっぱい。浦沢さんリストでいますもんね。そうなんですよ。もう三回ぐらいチャレンジしてるけど、ダメって言われて。いすいやでも。<laughs> そういう方も今後出ていただけることを楽しみにしておりますあのあっという間のあの90分だったんですけどいろいろ聞けて僕が一番楽しくお聞きしましたけれどもお三方どうもありがとうございましたありがとうございますありがとうございます。ありがとうございまし